サラの坊主千秋です。4月に入りまして、4月2日からサラ春夏コレクション2022が始まりました。今回のコレクションのタイトルはホロスコープ。はい、これが今回のフライヤーになってるんですが、はい、なぜこのホロスコープっていう名前にしたか、ホロスコープってご存知でしょうかね。自分が生まれた時に自分しか持っていない天体の配置図、まあ、天体の配置図っていうとちょっと難しいかもしれないんですが、じゃあ今この瞬間に生まれた赤ちゃん、じゃあこの赤ちゃんのホロスコープは何って言ったら、今太陽がそこにあります。じゃあ大きく言うと月がここにあります。じゃあ金星はどこの位置なのっていう、その天体の配置どこにあるかっていうのが分かれば、それが自分のホロスコープということで、自分の輝く星、自分しか持っていないものっていうことなんですね。私がこれを2年間ずっと学び続けたんですが、なんでこんなに面白くなっちゃったかというと、なんだもう自分が持っているもの、統計学なんですね。そのパッと見えているものを感じて、なんかその意味を知るではなくって、そこにはもうすでに意味があることを考えた時に、もう何千年も昔の人からずっと伝えられてきて勉強し続けられた、もうこれは完全な統計学だなと思ったらすっごく面白くって、でなぜ今回のタイトルをホロスコープにしたかというと、自分しか持っていない星っていうのがあるんですよね。隣の人とは配置が違う、なんなら兄弟とも配置が違う、お母さんとも配置が違う、小父さんとも絶対重ならないんですけれども、そこの中で自分が得意な星、かわいい星とか、自分がここはこういったチャレンジしたいなっていう星、それを持っているのに、それに気づかないまま、ああなんかあの人はこれができるのになとか、ああ、あの人ねえ、なんか私は全然できないのになとか羨んでる場合じゃなくって、自分が自分のことを分かった時にね、他の方が得意なことをされている時に、わ、そこはそこで、私にはそこの得意なところはないのかな、私はこっちの部分が得意なんだよねって言って、自分が自分のことを分かってあげることによって、人生がよりこう絞られてくるというか、分かりやすくなってくるなと思った時にね、輝く星、自分の持っている輝く星をぜひ皆さんに、ね、楽しんでもらいたいというか、自分自身を、ね、輝く星知って、自分自身のおしゃれ、自分なりの楽しさを見出してほしいなと思って、そのホロスコープっていうタイトルにして、それぞれの人の持っている個性を、楽しみを、おしゃれを満喫してほしいなと思って、このタイトルにしました。で、これがチラシなんですけれども、今回実はカレンダーを作ってみたんです。このカレンダーは、お買い上げいただいた方だったりとか、インターネットでね、お買い物をしてくださった方に配ってはいるんですけれども、また展示会場でも先着順になってしまうと思うんですが、お持ちでない方にはお渡ししたいと思っております。はい、そしてこのカレンダーは、これは4月の女の子、私が4月の中で女の子をイメージしたのは、お羊座の女の子、どんな意味があるのかと、 I am、 私は存在します。お羊座って十二星座の中で一番突破口を開く人なんですね。お羊座から始まって大牛座になってってぐるっと回って、最後が魚座、その突破口を開く女の子なんですけれども、こんなイメージのちょっと凛と前を向いていく女の子。そして次は5月は大牛座さんです。大牛座さんはね、落ち着いた方なんです。私はハブ所有する、その今回このカタログ撮影で気にしたことっていうのが、ちょっと落ち着きのある、石のオブジェの多いところで落ち着きのある安定した女の子が撮れたらなと思って、こんな撮り方をしてみました。で、次は双子座さん。双子座さんは好奇心旺盛、どんどん新しいことにチャレンジする星座なんですね。で、この子はI think、 自分が考える、なんか楽しいワクワクしたことだから、この女の子見てください、スキップジャンプ
本見ながら本持ってジャンプしてるんですけれどもね、こんなこう自分の中で頭で知的好奇心もありながらちょっとワクッとした女の子をイメージして双子座さんを作ってみました。次は蟹座さん。はい、私は感じる蟹座っていうのが水の星座でもあるんですけれども、母親のような家庭的な女性が多いんですけれども、そのイメージで木の中に木というのがやっぱ大地、木本当にお母さんのように守ってくれると思うんですが、そこにね女性らしいワンピースを着た女の子のイメージで写真を撮りました。はい、では最後、これ今回のタイトルにもなっている写真なんですけど、とても印象的ですよね。大洲に、全部ロケは大洲でしたんですけれども、これは長浜沖浦っていう場所の海に行きました。この女の子は獅子座さんです。はい、獅子座さんは I will、 私は意思する、もう本当に何だろう、こうパワーあふれる、みなぎる、もうぶれない軸を持った女性なんですね。で、優しさも持ってるし、でちゃんとした自分の気持ちを伝えることも得意な女性。じゃあもう私の中ではすごい赤のシルクのワンピースを着て、ウィル、なんか未来をちゃんと見届けている女性のイメージで獅子座さんの写真を撮ってみました。こんな感じでカレンダー作り、今度9月からまた秋冬コレクションで紹介できたらなと思ってるんですが、実はこの紙が CCF って言って、リサイクル繊維のゴミを紙にするリサイクルコットンを使ってみました。やっぱこう今 SDGs ね、皆さんよく耳にされていると思うんですけれども、お洋服どうしてもその破棄されるお洋服があるらしくて、渡辺千恵子さんがこの活動に賛同されていて、これでカレンダーとか作ったら楽しいと思うのよねの一言から、じゃあ今年カレンダーを作ってみよう、しかもこの繊維のゴミから紙になったリサイクルペーパーで作ってみました。はい、これはまた展示会場をそれぞれ送ろうと思いますので、あとこれからネットでお買い物いただいて、お手元にない方には送ろうと思いますので、ぜひ見かけたら楽しんでください。はい、ではそんな感じで、またこれも、これはもう本当にもうリサイクルじゃないけど、もう永遠と作り続けている、今日は、ちびえりスタンダードワンピースを着ております。はい、長くなりました。はい、じゃあこれがワンピースです。でもこれは私がシャツ好きっていうのもあって、もう10年以上作り続けているデザインなので、お手元に持っていらっしゃる方とても多いと思うんですが、今回もまたいろんな色で作ってみました。これはもうこっくりとした赤、これもヨーロッパリネン朝なんですけれども、これ、洗ってこの状態なので、もうご自宅でもザブザブ洗ってもらえる洋服になっております。上はもうシャツタイプで、結構ちっちゃい襟になっていまして、長袖タイプになっております。で、上から見るとシャツっぽく見えるんですが、腰にこのベルト部分もつけまして、今までのスタンダードワンピースとちょっと変えたところがあるんですけれども、今回はここをタックにしてるんですね。見えますかね、ちょっとタック、はい、ギャザーでずっとしていたんですが、まあ、ギャザーのふわふわ感も可愛いんだけど、まあ、このキリッとした上から下に向けてキリッとした落ち感があるように、ちょっとタックにしてみようかなと思ってタックにしております。なので今まで持ってらっしゃる方とちょっとイメージが変わったところもあると思うんですが、で、まあ、このワンピースはもちろんボタンを全部してワンピースのようにも着れますし、私はもうこの割と開けて中ボイシュな今回パンツで、こう足はダンスコの、これはプロフェッショナル、こんな感じでキリッとした着方の上にトレンチコートのように、ロングコートのように羽織ることが割と多いです。なのでこんな感じで上から羽織って、中はボイシュなんだけど女性らしさを出す感じで使うことも割と多いですね。で、このワンピースなんですけれども、このワンピースとしてだけというよりも、こういうふうに羽織れるとか、いろんなイメージが変わることで旅行の時とかも本当に便利で、私中にコーチワンピースを着て、その上にこれを羽織って、でストール巻いてお出かけ旅行に行きます。そしたら今度向こうでは、今度翌日にはこれをきちんと締めて、これを1枚で着たりとか、
翌日ね、中のコーチワンピースを1枚で着たりとか、そういったこう着回しがどんどんできるお洋服としてお出かけにもぴったりになっております。はい、こんな感じでいろんな今回お洋服を作ってて、これは赤のリネンですね。で、同じパターンでは作っているんですけれども、お洗濯をしっかりしてお届けすることにはしていまして、この丈、赤いワンピースはこの丈、もともとがハンドワッシャーリネンなのであまり縦に縮むことがありませんでした。では次、別なワンピースも作っているんですけれども、それは丈が変わるんです。やっぱり生地によって変わっていくんですけれども、今回のこの刺繍の生地も出来上がりました。可愛いですね。これはコットンリネンがベースで、コットンの刺繍になっております。全体に刺繍があるんですけれども、一つの色合いでトーンを合わせているので全然重くなくって、コーディネートしやすいと思います。はい、これが刺繍のワンピースも出来上がりました。で、さっき見てもらった丈と、私身長が161センチなんですけれども、少し短いと思いませんか？はい、こんな感じで、この生地は縦にやはり縮む比率が多かったみたいで、着丈がこんな感じで軽やかな着丈になっております。で、サラのお洋服は皆さん、裾を身長に応じて裾を長くすることは難しいんですけれども、カットすることはできますので、さっきの赤いワンピースも気に入られてるけど身長のバランスでもうちょっと軽やかに着たいわっていう方は、着丈変更手数料っていうものをカートにありますので、そこを押していただいて、肩からの着丈を連絡してもらったら、その着丈にお直ししてお渡しします。で、これに関してはこんな感じで軽やかに着れるので、もちろん身長の高い方が軽やかに着られてもいいですし、ちょっと身長がね、小柄な方がこう着丈を直さないままこれをワンピースとして着られても可愛いと思います。私割とこうワントーンのコーディネート好きなんですよね。結構してます。で、そこにこの靴下をちょっと赤く入れたりとか、ね、黒のベルト入れたりとか、ちょっとストールで色を入れたりとか、そんなコーディネートもおすすめです。今回いろいろヘリンボンリネンのエクリュカラーとかシルバーカラーとかも出ております。そして今度はジェニーちゃん。はーい、今日のジェニーちゃんです。はい。足元はこれ消えるかしら。ダンスコのベルトシューズになっています。この可愛い落ち着いた赤も可愛いので、ついついこう足元に赤とか持ってくるんですけれども、はい、今日のジェニーちゃんはこんな感じです。これはもう本当に軽やかなギンガムのヨーロッパリネンです。ギンガムってなんか若々しいイメージもあるし、割とこう世代をね超えて皆さん愛用されている方が多いと思うんですが、ギンガムです。で、ボタンをしっかり締めてワンピースとして着ているんですが、その上にこれは、フレンチブルの柔らかニットのベストを重ねております。はい、このワンピースのいいところも、実は冬場には全部締めて、上から私 V ネックのセーターとか丸襟のセーターを着るんですね。そうすると襟元がシャツタイプで、シャツの上にセーターを着てスカートみたいな着方ができるんですが、これからの季節はこんな感じでベストを羽織られてもいいと思うんです。なぜこれ羽織ったらキリッとくるかというと、このポイントはこのベルト部分なんですね。このベルト部分が腰にあるので、ここにこのショート丈のカーディガン合わされてもごわつかないで、すっきりとそこでまとまってくれるんですね。この上からジャケットも落ち着くと思います。なのでカーディガンも可愛いし、セーターも可愛いし、とにかくこの丈のものを合わせることによってスカートとベストとシャツみたいな着方ができます。こんな感じで着るとこう後ろからもすっきりと見えるんですね。どうしても大きなワンピース、 A ラインワンピースとかギャザーワンピースにすると、どうしてここがこうちょっともたついちゃって、上からこんなキリッとしたものが着れないこともあると思うんですよね。全部が広がって見えちゃうみたいな、ちょっと大きく見えちゃうかしらみたいなことがあるんですが、やはりこのワンピースのいいところってのは、このベルト部分にその上が重なってくれる。なのでこんなキリッとした可愛いコーディネートの仕方ができると思います。
はい、これもあのフレンチブルーのニットカーディガン、ニットベストなんですが、またマーケットの方にアップしておりますので詳細見てもらえたらと思います。はい、こんな感じで、七変化のスタンダードワンピースです。ブドウの種さん福岡の展示会はちょっと終わりまして、次からは、名古屋のハーゼさん、そして、今回4月の末にはホビーショーにもお伺いさせていただいて、私が販売したいと思いますし、あと鎌倉のモルンさん、盛りだくさん全国のツアーが始まりますので、よかったら直接手に取ってご試着いただいてご覧いただけたらと思います。はい、今日はちょっと長々となってまいりましたが、ぜひよろしくお願いします。はい、今年の春は今年のうちに楽しんでください。